こんにちは、マスターケンです。今日の動画はディズニープラス1月に配信された作品の中でディズニープラスオフィシャルが特に見てほしいという作品の予告を一緒に見て一喜一憂する内容です。それでは早速いってみましょう。We need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. Hello. This is what the end of the world looks like. At least we have front row seats. You know what's never saved the planet? Your sarcasm. You've loved these people since the day we arrived.When you love something, you protect it. You can't protect.You've built the perfect safe house. Well, what's this even made of? Vibranium? ここ好きだった。 Fall Collection. IKEA. また巣ごもりの雰囲気になってきたので、マーベル作品を一気見するにはまあちょうどいいチャンスなんじゃないかなと思います。それで、マーベル作品といえば時系列順に見るか公開順に見るか、もうだいぶ、いろんな意見があるんですけど、個人的には時系列順なんだよね。それとマスターの個人的好きなマーベルのキャラクター作品ガーディアン・オブ・ギャラクシー、あれ好きです。それでは2本目。 Like me, Jeff Goldblum, maybe we share an interest in monsters.あのジェフ・ゴールドブラムが帰ってきた。今シーズンもジェフ博士は相変わらず好奇心旺盛で、犬、マジック、花火、モンスター、バイクなど新たなトピックの驚くべき真実を明らかにしていく。遊び心あふれる洞察力で科学や歴史を紐解いていくドキュメンタリーシリーズ。これシーズン1見たんですけど割と面白かったです。なんだろう、流し見で見ました。吹き替えの人がいつもの人だったので、そこがまた安心感があって。吹き替え派の人はよくあると思うんですけど、この俳優さんはこの声優じゃないと落ち着かないみたいな。よければ映画は吹き替え派か字幕派か、コメントください。そしてその理由もよければシェアしてください。3本目、ナイトハウス。これね、個人的に一番ちょっと期待してます。 My husband, he took a handgun and I didn't think we had secrets. Everybody has secrets. They all look like me, but not quite. There's something you should know. What was he building? It was our house, but backwards. You're closer to death than you've ever been. What is this? Where are you?ナイトハウス、ディズニープラス。いい感じじゃない？それでは次、ボバフェット。これね、面白いよ。まあ、あんたが座ってるのは元雇い主の王座だろ。やっぱり面白い。これはジャバは恐怖で支配した。俺は尊敬の心で支配する。あんたらはジャバザハットの側近だったよね。お互いにとって得になる話を持ってきた。
なぜ揉めようとしてるんだ。手を組めばみんなが儲かるのに。お前を殺す方がずっと得だ。欲しいものが手に入る。もしジャバに向かってそんな口を聞いたら、化け物の餌にされたろうね。構わん。言いたいことを言え。いやーボバいいね。あのマンダロリアンロスを埋めてくれる唯一無二の存在。毎週楽しみにしてるあの曲。ハンベラハンベラハンベラと、はいはい、練習しよう。あれをね、誰よりもうまくやりたい。今年の抱負です。というところで今日の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようならさようならさようなら。ハンベラタンベラタンベラと。